だからそこら辺の、まあ、その介護業界におけるその、まあ、私たちも含めてですね、うん、いい意味でのアウトプットっていうのをもっとしていきたいなと思うんですよ、うん、伝える側にも問題があるんで、うん、あの手厚い介護がいいわけでもないですね、うん、正直言って、うん、手厚すぎたら、うん、あっという間にね、うん、あの機能がなかなかね、うん、悪くなる場合もありますので、うん、もうちょっとその介護っていう考えを一番いい時間も過ごすわけですよね、うん、例えば介護とかあって膝が悪くなっても、うん、いい時間を過ごすための時間ですから、うん、やっぱりもうちょっと私たち業界、その介護業界っていうのはですね、うん、もうちょっといろんないい意味で、うん、お客さんに対してもそうですし、うん、いいアウトプットするお客さん、いい、ね、インプットして、いいアウトプットが出る、うん、やっぱそこまでやっぱり私たちはきちんとやっていかなきゃいけないなと思ってますね、うんうん、まあ、針山あの社長の場合は、はい、まあ、逆に介護される側だと思うんですけども、うんうん、あの全然人に対して介護してるじゃないですか、うん、介護っていうのは心の活であったりとか、はいはいはい、そういうその当たる側になってますね、うんうん、あの人はあの必要とされているっていうのが至福の喜びだと思うんですよ、うんうん、で必要とされているっていうそこの気持ちをアウトプットに乗っけていくっていう、まあ、国の在り方だったりとか、はいはい、あのよくユニセフなんかでも、うん、いわゆるその対処療法としてあのいわゆるワクチンのお金を集めてワクチンをあげましょう、はい、あなたのこのワンコインで何人の人 の, あのご飯が、はい、あのでそれを与えましょう、うん、何をしましょう、まあ、そういうその余裕の、まあ、あるその、介護ではないですけど、うん、手厚いものをやるという、うん、あの団体とかやることはいいんだけれども、やっぱりその与えられてる側っていうのは与えられる側だけになってしまうと、与えられるしかできなくなっちゃう。あの自分が何が社会に貢献できるんだろうとかいう気持ちはすごく無理くりでなんですけど、そういう気持ちをこうちょっとでも分かると生きる活力とかね、自立っていう方向に、でそれはとても難しいことだけど、まあその萩山さんをもう見ていると、うん、そういうことだなっていうふうに思うんですよね、うんうん、年齢ってあのどん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 あのこれもできなくなったってこうあのマイナスを数えていくっていうことではなくて、うん、プラスになっていった時にこのプラスをどういうふうにアウトプットしたらいいんだろうみたいな、うん、それがあのこれからの、課題なのかなって、うん、そうですね、それもまあねあの、うん、あの宮内スタイルでソーシャルネットワークに乗っけて、うん、 そうですね、それがあの世の高齢の方々にも、うん、少しそのイズムが生まれてくると違った介護の仕方ってできるんだよね、うん、いや絶対そうなんですよね、うん、なんかですね、まあ、物質とかだけやたら進んでるんですけど、うん、その人の心なりっていう部分とかっていうのはなんかすごく昔のまま、うんうん、でなんかそのいいところも昔のままでいいんですけど、うん、悪いところも昔のままみたいな、うん、部分が あると思うんですよね。例えばさっき言ったそのなんていうんですかね、いまだにその、うん、こんだけ例えば携帯とか便利になっても会社のやってること変わんなかったり実は、うんうんうん、でそれは昔自分の頃はってなるじゃないですか、うんうんうん、ただやっぱり時代が変わると人も変わりますよね、うん、当然生まれた時代によって、うんうん、なんかそういうところをなかなか理解しようとしないっていう部分があって、その介護においてはそういうね、まあ、古くからあ、なるほど、介護される側はもうお世話になるんだよっていう、そうなんですよね。ただやっぱそこをなんていうんですかね、ちょっとうまく説明できないんですけど、そこを新時代の人がやっぱりね、いい意味のその表現力が高い人たちが昔の人を変えていくぐらいのね、やっぱりそういうのをもっとやっていかないといけないなと思うんですよね。それが逆にその今の若い人と高齢者がうまくつながりを持てるところかなと、頑固なそのいわゆる昔の頑固な頑固じじいっていう人と、今のそのなんかなよなよしてるって言われてますけど、まあ実はまあまあそれはだから先ほど言いましたけど、名前が出るとかってね、あるとかじゃなくて、やっぱ自己表現は一応できるというような、まあ、システムの自分自身も多分そうだと思うんですよね。そこら辺がうまくこう つなぎ合わせられることが私自身ができたらなと思うんですけどね。面白いですね、それはね。なんかその出会いなんでしょうね、うん、いや
その出会いだと思うんですけどね、まあ、そういう意味では今 の、 あの SN、ソーシャルネットワークっていうもの の、うん、あのつながりっていうのは簡単にできちゃうわけだから、そ、ね、ただその、まあ、高齢者の方々がその、ソーシャルネットワークの中に、うん、まあ、なかなか入りにくいっていうのもあるんで、うん、そこもまあ考えなきゃいけないんだけれども、ね、うん、本当にそのいい時代にあって、うん、ある意味、うん、あのまあ、古い良さとそれから、うん、まあ、ここなんていうのはね、やっぱり必要なものであって、あのどんなに便利になってもやっぱりここの人を ね、 ね、やっぱりこうあの思う気持ちっていうのが、うん、あの本当に大事だと思うし、今なさってるお仕事もね、うん、そうだと思うんですけれども、うん、はい、そうですね、まあ実際まあ、介護業界って遅れてるのかもしれないですけど、うん、よりそうですね、なんかそのイメージがちょっとやっぱりまだまだよろしくないところをですね、うん、いかにこう若い人がですね、うん、いかに活躍してるかってことをもっと世に出さなきゃいけない、うん、私が今理事をしている介護甲子園っていうのがあるんですね、うん、それね、あのこれは日比谷公会堂で、うん、まあ、今2回やってるんですけど、うん、結局介護がどれだけ私たちが素晴らしいことをやってるかっていうプレゼンする大会なんですよね、うんうん、ただそれも本当にですね、まあ本当感動で、うん、涙するぐらい、うんうん、やっぱり若い人たちが介護ってことをですね、うん、やっぱり真剣に語って、うん、真剣にこれから産業として、うん、要は介護業界ってどういうものかっていうことをですね、本当に熱く語ってるんですね、うん、やっぱりそういうことをどんどん増やしていってですね、うん、本当にその先ほど言ったその次世代がきちんと噛み合えるような流れにやっぱり持っていかなきゃいけないんだろう。素晴らしいですよね、うん、その自分たちがやっていることを、うん、まあ、褒めたたえてくださるっていう、先ほども言いましたけど、自分の、存在を必要とする人がいるっていう、うん、それはその何も介護を必要とするってことではなくて、うん、そういう話を必要としてくれる人がいるっていう場を甲子園という形で、うん、作るっていうね、うん、それも自己表現ということと同じなんですけど、うん、そうですね、うん、素晴らしい試みだと思いますけど、うん、だからいかに、まあ、ソーシャルネットワークサービス上ではできて、うんうん、普通でもできないことはないんですよね、やっぱり、うん、だからその場を作るっていうのは、うん、本当にいいこと言ったと思うんです、うん、場を作ってあげるってことは非常に重要ですね、うん、汗流さないとね、そうなんですよ、簡単にトトトトだけではなくて、うん、な行って汗をかいてそこで、うん、感動するっていうのはそのあのなんだろう、波動みたいなのがあって、うん、パソコンの中からあまり波動は出てこないんですね、うん、こうやって話をすると、うん、相手の目がキラッと輝いた時にこっちの方もキラッとこう輝いて、うん、そして汗がシューッと出るとこっちも汗がシューッと出るような、うん、あのなんだろう、あの言葉とは違う、うん、それがその甲子園という会場の中では、ね、会場に来ている方々、そしてお話をする人、うん、で主催者側、うん、この3つの三角数の中にすごいなんかみずみずしい何かが、うん、まあね、汗だったり涙だったり、うんうん、そういう場を作るっていうすごいことだなと思います、ね、うん、そうですね、まあ、それも実際